今まさにウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まっているね。そこでウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、クリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いる、もしくは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたぜ。今回は強まるクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島といえば2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチウクライナ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、そのまま実効支配が続いているところだよ。ダニロフ書記がクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、クリミア奪還作戦がまた始まると予期されているね。クリミア半島の面積約2万6000平方キロであり、その北部はユーラシア大陸のウクライナ南部ヘルソン州とつながり、また黒海に突き出した形になっている半島であり、また大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっているんだ。そして、その地峡の東側はアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられているな。また、半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があるぜ。このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端には、ウクライナ軍の砲撃を受けたことでも有名になったが、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまではクリミア自治共和国と、港湾都市のセバストポリ特別市というウクライナ領内で分かれていたんだよね。クリミア自治共和国はウクライナで唯一の自治共和国であり、セバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたというわけだよ。そして、2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と改名してロシア領となり、一方のセバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市とされているんだ。実は2014年にロシアがクリミア半島を併合したのも、きちんとした経緯があり、マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚してしまい、ロシアが当時のウクライナ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、仕方なくウクライナへの軍事介入に至ったわけだ。その際にクリミア半島がロシア軍の支配下に置かれることになり、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したぜ。しかし、ウクライナを筆頭に国際社会の多くの国家がこの併合を非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会で法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているらしい。それでもクリミア半島に暮らす人口約230万人のうち約 60% がロシア人であり、一方でウクライナ国籍を持つウクライナ人は約 24% に過ぎず、しかも住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に使われているよ。前としたウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権が、ウクライナ語以外の言語を地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったものの、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態なんだ。クリミア半島奪還を訴え続けるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。そして、
今回の侵略戦争はロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。だから、この戦争は我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているね。このゼレンスキー大統領の強硬姿勢に身の危険を感じたロシア系住民がクリミア半島から一気にロシア本土への脱出が急増したぜ。クリミア半島では2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際にウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていたことから、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えて着々とクリミア半島の要塞化を進めていたな。ゼレンスキー政権下でクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が国営テレビに出演してロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせている。そのため大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。さらにタシュワ氏はどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているし、クリミアの住宅市場は売り意識になっていると付け加えたんだ。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援しているエミール・イブラギモワ氏がラジオで、ロシア系住民の多くは、ウクライナ軍が近い将来にクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたな。そして、2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発事件が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃亡し、その車列によって大渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS で拡散されたぜ。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針が書かれていたよ。まず、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの撤退行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい罰則、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されていたんだ。これらの動きからロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ市長はクリミア半島には、ウクライナの反転攻勢に対する備えはできていると述べて一旦は住民を落ち着かせたが、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないぜ。2014年、ロシアによる一方的な軍事介入と併合を、クリミア半島は現在もロシアの実効支配下にあるからな。ダニロフ国家安全保障国防会議書記は、クリミアがウクライナ領であることを強調し、国際法の範囲内で全ての兵器を使用する意向を示しているよ。地政学的に重要なクリミア半島は、黒海に突き出た位置にあり、その地理的要素が戦略的にも重要で、ロシアはクリミア大橋を含む複数の重要施設を構築し、半島の要塞化を進めているんだ。これに対し、ウクライナは国際社会の支持を背景に、半島奪還を国家の重要目標と位置づけ、軍事的な圧力を強めているね。ただし、この奪還作戦は多くの国際的な波紋を呼んでおり、特にクリミアに住むロシア系住民やタタール人の間で不安が広がっているぜ。ウクライナの行動がクリミアの未来にどのような変化をもたらすのか、またその地域の安定にどのように影響を与えるのかは、今後の国際政治の動向により明らかになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。